行くぞみんな。行くぞみんな。
行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行け。
ょうどあんたのところに行こうと思っていたところだったのよ。アチキのソウルメイト、タワレイコの姿が見劣らなくて。え？あんたがレイコを助ける？どういうことなのよ。すでに役割を終えた過去の一発やロッカーがレイコを誘拐したですって？半端なロッカー風情がアチキのソウルメイトたるレイコに手を出すだなんて。暗い部屋に監禁してあんなことやこんなことやそんなことをしてるなんて、許せない、許せない、許せないわ。オッケー、アチキの怒りが、友を思う熱いハートが、体の奥底に眠るメタルのソウルを呼び覚ますわ。ハビーメタル最強。アチキも協力するわ。レイコを助けに渋谷のタワレコに行くわよ。後悔させてやるぞ。さっさと終わらせてやる。何見てんだ？くらえ！
食らえ。君がいてくれてよかった。ま、ギリギリ間に合ったからあれだけどな。てかお前のこと待ってたんだけどね。 No music, no life。 ミュージックラバーズの悪魔的聖地、タローレイカーへようこそ。あんたがレイコのことをさらったっていう、すでに役割を終えた過去の一発やろかね。今すぐレイコを返してもらうわよ。わい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 、なんだよそのキランキランのモンキー野郎はよ。わ、部外者には引っ込んでてほしいんですけど、俺様とこいつの間に首突っ込まないでほしいんですけど。話はこの子から聞いてるわ。あんたはもう過去の人なの。もう本筋にも絡めないんだから、おとなしくしていればいいの。はぁ、俺様はまだ終わらねえ。本当の俺様はここからなんだ。だからこそ追っ始めてやるんだよ。俺様大復活祭&俺様たちの大誕生祭をな。どうだ、驚いたか。グイヒヒヒ。すっきりゃ。コード響かせな。続けていこう。くらえ。
くらえ。君がいてくれてよかった。お前やっぱりなかなかやるな。ちょっとジミーさん大丈夫ですか？レコ、これは一体どういうことなの？あなたはエテモンさん？それに電脳探偵さんも。あんたひょっとして身も心もこんなダメ男に毒されて。何を言ってるんです？エテモンさんも私のライブを見に来てくれたのかと思ったのに。え、私がさらわれた？ジミーさんに？瞳ごく？とんでもないですよ。誘われたんです。しょっちゅうお店に来てくれていた田中さん。あ、いっけない。本名は NG でしたっけ？お店に来ていたジミーさんと音楽へのラブで世の中を幸せにしたい的な話で盛り上がっちゃって、そしたらライブにゲスト参加してみないかって言ってくれて。実は私、歌う方にもちょっと興味あったから思い切ってお誘いに乗ってみたんです。レイコ、怖いもの知らずなんだから。でもよかったわ、こんなダメ音楽に浸水しているわけじゃなさそうで。はっ、ダメ音楽とはどういうことだよ。あら、聞こえなかった？こんなロックを傘に着たエセミュージックなんて偽物だって言ってるの。あんたの音楽性じゃ人のハートをつかむことなんて到底できないわ。なーに？ちょっとちょっと落ち着いて。ジミーさんの音楽もエテモンさんの音楽も私はどっちも好きです。そもそもの音楽性が違うんだから、そんなに張り合わなくてもいいでしょね。なん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 な、俺様は納得しねえぜマイハーニー。そんなのはロックじゃねえ。あちきもよ、こうなったらあちきの音楽を骨の髄まで叩き込んであげるわ。上等だ、その勝負受けてやる。よっつあるだぞ、どうした。なんだかんだ言って仲良くやってるみたいですね。音楽は人と人をつなぐ力があるんです。この場合は人とデジモンですけど。よーし、私も参加させてもらっちゃおう。ライブはまだ始まったばかりです。探偵さんも
楽しんでいてくださいね。